列車店は地検異人伝です。神戸市のクリーンステークさんからいただきました。はい、パルコではキバルアトキルクが英雄かと思います。イスタンブールの空港にも名前がついていますし、偶像制覇崇拝が否定されているイスラムの国でも写真が入った雑誌はお人気になっています。第一次世界大戦後トルコを守るために大国に立ち上がった政治家と聞きました。なるほどね、はい、そのために力を尽くした方というところではこちらもそうですね、はい、ボツワナハボローネの聖夜の母さんです。7月1日はサラ・デレステ・カーマの日という国民の祝日で、初代大統領の誕生日です。ボツワナを平和的に独立して、その後も民主主義国家として発展させた痕跡は国民から大変慕われています。うーん、ね、お二方にもすごいですね。やはり尊敬される人ですね、はい、いいですね、はい、続いてこちらは国内ですね、はい、福岡県糸島市の山崎美子さんです。来年の大河ドラマは黒田官兵衛が主役で展開されるとのこと。民謡の黒田節に選ばれます。民謡の他に人形やメーカーなどに名前が残りますが、人気は来年以降に上がることでしょう。うん、ね、ありがとうございます。うん、もう無駄です。はい、そうなりますから。盛り上がりますから。はい、ぜひ、盛り上げていただいて、もう見ていただきたいですね。はい。はい、そして、高知市の大西俊介さんです。江戸時代になる前の土佐を治めていた、曽祖壁元親が有名です。うん、高知県の戦国時代には各地にたくさんのお城がありました。そのたくさんの城をまとめていったのが元親です。四国のほとんどを統一したんですが、幼い頃はね、平和だったそうですね。ですが、勇猛果敢な武将になっています。続いて神奈川県の佐藤昭一さんです。神奈川県では鎌倉に築いた武将の源頼朝や源義経や北条政子の歴史上の人物を思い出します。約今でもテレビの時代劇や歌舞伎に登場しますので、歴史上の偉人として心に刻まれています。はい、義経さんもやはり来てるんですよ。他にも、はい、岩手県花巻市の若田氏より英明さんですね。岩手にゆかりのある歴史上の人物といえば源義経でしょうか。実の兄である頼朝に命も狙われ、最後は下屋敷から逃げてどこかに消えてしまいました。モンゴルに渡ってチンギスハーンになったという説もあります。未だに最後は分からない伝説の人物です。ということで別の説も来てましてですね、はい、北海道のビラトリ町、藤田隆さんですね、はい、ビラトリ町には義経神社があります。義経は平泉で命を落としたと言われていますが、実は